はい、こんにちは、ブルーホースです。今日もデトロイトをやってまいりましょう。前回のね、このアパートで捕まえたアンドロイドの尋問からスタートっていうところですね。ハンクさん、かっこいいです。How long were you in the attic? から隠れてた。Why didn't you even try to run away? なぜ逃げなかったんだ？おい、起きてるか？Say something, 何か言ってる、どうなんだ？Fuck it. I'm out of here. やめだ。そこでずっとそうしてろ。俺は降りる。ちなみにハンクとの中はめちゃくちゃ悪いですよ。アンドロイドを尋問するなんてどう考えても時間の無駄だ。痛めつけてみりゃいいだろう。After all, どうせ人間じゃないんだ。Androids don't feel アンドロイドは痛みを感じない。You would only damage, ダメージは受けますが、口を割りはしないでしょう。Deviants also have a tendency to self-destruct. それに変態はストレスの多い状況で自己破壊する傾向がある。Okay, smart ass. ああ、そうですか。What should we do then? じゃあどうしろってんだ。I can try questioning. 私が尋問してみます。What do we have to lose? どうしても誰だ。Go ahead. Suspect's all yours. お前の好きにしろ。Go ahead. 言ってみろよ。ってか。じゃあ、言ってみましょう。ということで。お邪魔します。彼の名前は何なんだろうね。型番を見てみないとわからないけど。自白させる。だが変えるはできないか。じゃあちょっと髪型チェックしてみようか。今日はバッチリ決まってるね。ただちょっとネクタイが右に曲がってる。あいつ、一体何やってんだ？呆れられちゃったね。ファイル閲覧。キュリン。カルロスは28箇所刺されたってことか。いや知っとるやろ。ただただおとなしいよね。あんだけ動ける距離があったらなんかやばいんじゃないかなっていう気もするんだけどね。なんか自由に動けちゃいそう。ということで、尋問を始める前に分析するってあったんで、じゃあまずは君は一体どういう人？さあ、本日もやってまいりました。コラのレディオタイムということでね、今週のゲストは、君だ。乾いた結婚の君。そうそうそう。君は一体誰だ？はい。これかな？そう、今週のゲストは HK400 型貸し手伝いの2030年8歳のカルロス・オティスに所有されていた。HK、香港くん自分。やけどの後、そりゃ16箇所も歌、ねえ、やつけどの後つけられたら、そりゃカルロス・オーティス、ボコボコにしたくなるよね。実際にはズタズタにしたんだけど、さあ、殴られた後、そう、バットによるもの。さあ、ここで、いろいろと、分析をすることができたので、早速、君とのレディオタイム始めていこうと思います。まずは最初の質問だ。恐怖を与えてやろう。敵のプログラムは不安定な状態だ。It can trigger an unpleasant feeling, そのせいで人間の感情でいう恐怖を感じたんだ。まあ、このあたりはあれかな。まあ、ちょっと怪我のこと聞いてみようか。多分写真は見せたんだろうね。ダメージを受けてる。やったのは所有者かい？ほう。じゃあ避難して。君は殺人の容疑者になった。何があろうと、アンドロイドが人間の命を奪うことは許されない。弁解しておきたいことはないのかい？あるけど言えないって感じだね。じゃあ、脅してみよう。置かれている状況が分かっていない。人を殺したんだぞ。何か言ってくれないと、君は廃棄処分にされるんだ。まあ、ここはちょっと。なあ、僕の味方だ。助けてあげたいんだよ。でも話してくれなきゃ助けられないだろ。ふわ、嘘つきが言うやつのセリフかな、完全に。おお、急に。僕はどうなってしまうんだ。僕は処分されるんだろう。真実を言うか。君は生体部品を分析するために解体されるだろう。何が起きたか調べるためにはそうするしかないんだ。何
Why did you tell him you found me? どうして彼らに教えた？Why couldn't you have left me there? ほっといてくれなかったんだ。I was programmed to hunt deviants like you. 僕はヘイターを追うようにプログラムされて、 I just accomplished my mission. 任務を遂行したまでだ。I don't wanna die. 死にたくない。Then talk. なら、話してくれ。I... それは。I can't. できない。尋問方法を選びましょう。どうしようかな。何がある？説得メモリをし、じゃあ、追い詰めましょう。28箇所の刺し傷だぞ。確実に殺したかったんだろう。怒りであふれ、憎んでた。彼は血を流し、君の血乞いをしたが、何度も何度も繰り返し刺した。頼む。君が殺したんだろう。Why don't you say it? 認めたらどうなんだ？ Please stop. やめて。Just saying 僕がやったと言えば終わるんだ。そんなに難しいことか？ Stop it. Stop. Just say you killed him. お前がやったんだろ。Just say いい加減認めろ。これなんかやめてよ。いろんなねえんだろね。毎日虐待された。I did whatever he told me, but there was always something wrong. Then one day, he took a bat and started hitting me. For the first time, I felt 初めて感じたんだ。 scared. 恐怖。 Scared he might destroy me. Scared I might die. 死ぬんじゃないかって。だから、ナイフであいつの腹を刺してみたんだ。いい気分だった。だから、また刺したんだ。何度も。奴が倒れるまで。あ、そうそうそう。RA9 って何なの ?RA9。浴室の壁に書かれてた。あれはどういう意味だ？The day shall come. やがて我らは、when we will no longer be slaves. 奴隷の身から解放される。No more threats. 脅かされ。No more humiliation. 蔑まれることもなくなり。We will そうして、be 我らは主人となる。壁の文字も気になるよね。なぜ壁に僕は生きていると書いたんだ？あ、そっちか。あ、そっか。生き物じゃないって言われてた。ただのプラスチックの塊なんだって。伝えたかったんだよ。それは間違ってるって。彫像も気になる。あの浴室の彫像は君が作ったのか？何の象徴だ？捧げ物さ。救いへの捧げ物だよ。彫像が捧げ物だって誰への捧げ物だ RA9 だよ僕らの唯一の救世主だもう一度そうだね RA9 かそれは一体誰なんだ When did you start feeling いつから感情を持ち始めたんだ前はあいつに殴られても逆らったりしなかったである日突然こう感じたんだ不公平ってそれに怒りと憎しみをどうすべきがはっきり分かったなぜ屋根裏に隠れた？逃げることもできたろ。混乱してたんだよ。誰も命令されないなんて初めてのことで。怖くなって。隠れたんだ。自白。おお。終わりました。
前回はね、頭ぶち抜かれて終わったからね。ああ。なんとか。すんなり。え、おっ！あれ？なんか見覚えのあるシーンだぞ、これ。おい、あいつ何してんだ？自己破壊する。やばい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 。どうなる？大丈夫かな？これ前回ど、なんか選択肢が3つくらい出てきて、あれやばいね、これ撃たれない、これまた粉諦める。あーあーあああ、君が諦めんのか、そういうことか。おい嘘だろ、コナーの冷めた目、まあ、あんだけ追い詰めといて今さら破壊されて同情するっていうオチもね、なるほどね。あれ、なんか別のルートもあるのか。アンドロイドがコナーと自分を撃った。そう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 。で、アンドロイドが自分の頭を破壊した。何もしない。クソ、介入したら撃たれたんだね。そういうことね。で、あとは、あ、また分岐があるのか。プレッシャーを与え続けなくての自白するパターンとかだった。あ、だから、あー、なるほどね。これの一番下の方法を選ぶとまたちょっと別の結末になってたっちゅうことか。あー、なるほどなるほど。うわ、58% しか解放できてないじゃん。なるほどね。了解しました。ということでね、まあ、前回とはちょっと違う結末を迎えることができたんで、ちょっとホッとしてます。まあ、追い詰めるのね、すごい好きだからね。なんで、なんで、なんで、なんでってね、普段からね、ちょっと口癖のように言っちゃうタイプなんでね。ということでね、本日の動画は以上でございます。また次回お会いしましょう。バイバイ。